え、ひなが髪を？乙女の一大イベントじゃないの。そんな小さな恋が一つ終わって髪を切るだなんて。そうなの、ゆうべ急に言い出して。あ、じゃあ甘酸っぱい。お姉ちゃん、私髪切ろうかな。え、いいんじゃないかしら。あ、これがもしや伝説のあの。髪を切って子供だった自分にちゃんとさよならを言おう。新しい自分になって一歩踏み出すためにっていうポエムを絶対心の中で読んでるのが分かって、なんていうかこうモダモダしちゃう。ああ、もうかわいすぎる。私の妹が青春なのね。ひな、もうなんて甘酸っぱいの。あかり、それ絶対ひなに言っちゃダメよ。ひなきっと気絶しちゃうわよ、恥ずかしくて。ただいま。ひな、どうだった美容室は。どうしたの。失敗した。もう外には出ない。高校も2学期から行く。どれ見せてごらん。あら、ひな、いいわよ。うん、なんていうか、すっかり中学生っぽくなって、高校生らしくなって、とにかく似合ってる、すっごく。大人っぽくボブにしてくださいって言ったのに、おばちゃんしかいなくて。あら、ひなちゃん、ボブ、オッケー、任しといて。よいしょって。いや、なんだ、ひなか、座敷わらしかと思った。ほら、